じゃあ、プレシャス、行くよどう,ぞどうぞ、どうぞ熱々ご飯で、みなぎるパワーキュアプレシャス美味しい笑顔で、満たしてあげる最後に、ドリーミアで働くロボット役、和牛さん、お願いしますドリーミアの役をやりました水田真二ですいや違う違う、<laughs> みんな、行くようの方式でやってるの、ね、よ、うん、行くよ,く行くよでやるか、じゃあお前も<ー> <laughs> 水田、行くよ <laughs> いくよわてがなにわの漫才師和牛の水田真治や今日は集まってくれてうれしいんじやでも我々も普段こうねナンバーグランド花月っていうところで漫才をやってるんですけど、まあ、結構あのおじさま方とかねあの年配の方なんかがお客さんで多いんでまだまだこうお子さんのファンもつけたいと思って <laughs> えまあこれはもうプリキュアに出るしかないなと思ってたところなんで。<laughs> そこへちょうどこのオファーがやってきましてね。えー、いや光栄です。本当に。はい。じゃあもうグラウンド花月にお子様が増えるかもしれませんね。いや。そうですね。はい、一切まあプリキュア関連のネタないんですけれども、これから。頑張って作らんとあかんなという<笑><笑>あ。ぜひぜひその時はよろしくお願いいたします。ね、楽しみに来てくれたらね。はい。はい、ありがとうございます。楽しみにさせていただきたいと思います。はい、これからも注目ですね。でも。お二人でもロボット役って。どうですか。難しいイメージできましたか。 一応、その役作りとして自分の好きなロボットのキャラクターっていうのからイメージ膨らましたんですけども、そのターミネーターが僕、好きだったんです、大的にだからあの T800 の感じをイメージして絶対違うやろ、<え>いやいや、登場シーンですっぱだかでこれじゃないやろお前、<laughs> プリキュアでそれと ILB バックのい違いますよ、それ。